拍手最新速報白紙2024年9月17日火曜日ナンバーアンダーライン愛の全出演情報がついに公開優先推し活リクエストナンバーアンダーライン愛 INZM ボンを1位3位に導いたファンの熱意を徹底解説ファンの愛が奇跡を起こした奇跡優先推し活リクエストはファンが自分の好きなアーティストや楽曲を応援するための新しい方法としてますます注目を集めています 特に2024年9月15日には日本の人気グループであるナンンバーアンダーアダインア i の楽曲 INZM とボムがそれぞれリクエストの1位と3位にランクインしました。この推し活はただ単に音楽を楽しむだけでなくファンの情熱を形にしている象徴的な現象です。優先リクエストは特定の楽曲をラジオやテンポで流すための投票システムとして機能しており これを通じてファンは自分たちの推しを支持し、さらなる成功を目指しています。このようなリクエスト活動は、単にランキングを上げるための手段にとどまらず、ファン同士の強いつながりや、アーティストへの感謝や愛情を表現する手段でもあります。特にナンバーアイのファンたちは、グループの成功に大きな役割を果たしており、彼らの熱心なリクエスト活動がその証拠となっています。毎日リクエストを行うファンたちは、 順位を確認しながら、一喜一憂し、時にはアンチへの反発心や、失うことへの恐れをも動機として推し活を続けています。この感情の変化は、ただ単に楽曲をリクエストするという行為を超えて、ファン一人一人の個人的な経験や思いに深く結びついているのです。リクエスト結果はリアルタイムで確認でき、その結果を共有することで、ファン同士の結束力が一層強まります。例えば、 あるファンは、アンチへの怒りを数字に変えるとツイートしており、ネガティブな感情をポジティブな行動に変換する姿勢が垣間見えます。こうした活動は、単なる音楽のプロモーションを超えて、コミュニティの力を引き出す重要な役割を果たしています。リクエスト活動を通じて、ファンは自分たちの存在感を示し、アーティストに直接的な支援を送ることができるのです。また、 優先リクエストはファンがどのようにアーティストと関わり、どのように自分たちの声を届けるかという新たな形を提示しています。従来の音楽産業では、ファンの意見や感情はあまり表に出ることはなく、CD の売り上げやコンサートの動員数がその活動の指標とされていました。しかし、優先リクエストのようなプラットフォームを通じて、ファン一人一人が自分の推しを積極的にサポートできるようになり、 彼らの声が直接結果に反映されるようになりました。この変化は、ファンとアーティストの関係をより密接なものにし、さらにその絆を強固なものにしています。ファンが優先リクエストを通じて感じる達成感や、仲間との一体感は、日々の忙しい生活の中で大きな活力となっています。リクエストの結果が公表されるたびに、SNS 上では歓喜の声が飛び交い、その成功をみんなで祝います。 また、リクエストがうまくいかなかった時も、ファン同士で励まし合い、次の機会に向けて再び奮闘する姿が見られます。このように、推し活は単なるエンターテインメントの枠を超えて、ファンたちの生活の一部となっているのです。さらに、リクエスト活動はファン自身にとっても自己表現の場となっています。推しへの思いを SNS やブログで発信することで、他のファンや新しいリスナーとつながるきっかけが生まれます。 リクエストの結果が良いときには、ファン全員が一体となって喜びを分かち合い、順位が下がったときには励まし合いながら次の行動を考える。その過程で、ファン一人一人が、自分の推しを支えるために何ができるかを考え、行動に移しているのです。リクエスト活動において重要なのは、ファン一人一人の努力が集まって大きな結果を生むということです。優先のリクエストシステムは、 ファンが自分の好きな楽曲を聴いてもらうために一票一票を投じることができるという、まさに民主的な仕組みです。これは、音楽業界におけるファンの力を示す新しい形であり、アーティストの成功に直接的に影響を与えることができる手段でもあります。特に、ナンバーアンダーラインのファンはこのリクエスト活動に熱心であり、彼らの推し活がグループの人気を支え続けています。また、 リクエスト活動はアーティスト自身にも大きな影響を与えます。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、ファンからのサポートを直接感じることができ、その結果を目にすることで、さらなるモチベーションを得ています。リクエストが成功するたびに、彼らはファンとの絆が一層深まるのを感じ、次のステージに向けて新たな挑戦を続ける原動力となっています。このようなファンとアーティストの相互作用は、 現代の音楽業界において非常に重要な要素となっています。しかし、リクエスト活動が成功するためには、継続的な努力が必要です。一度リクエストが成功しても、次の日には順位が変動し、再びリクエストを続けなければならないというプレッシャーもあります。これは、ファンにとっても負担になることがありますが、それでも多くのファンがリクエスト活動を続けているのは、 彼ららが自分の推しに対すするる強いい愛情と誇りを持っているからですこの感情が彼らの毎日の生活において大きな意味を持ち推し活を続ける原動力となっているのです。またリクエスト活動は新たなファン層を獲得する機会でもあります。例えばテンポで流れる楽曲を耳にした人々がその曲に興味を持ち新たなリスナーとしてコミュニティに参加することもあります。 こうした新しいファンを迎え入れることで推し活の輪は広がりさらに強力なコミュニティが形成されていくのです。リクエスト活動は単に既存のファンだけでなく新しいファン層にもアプローチする手段となりアーティストの人気を長期的に支える基盤となっています。このように優先推し活リクエストは単なるランキングシステムにとどまらず ファン同士の結束力やアーティストとの関係を深める重要な手段として機能しています。ナンバーアンダーライン愛の成功は、彼らの才能や努力だけでなく、ファン一人一人の情熱と協力があってこそ成り立っています。これからも、ファンたちは日々の生活の中でリクエスト活動を続け、推しの成功を共に喜び、さらなる成長を見守ることでしょう。そして、優先推しかつリクエストは、 音楽業界における新たなコミュニケーションの形として、ますますその重要性を増していくに違いありません。リクエスト活動は今や日本の音楽シーンにおいて、ファンがアーティストを支援するための新たな文化として確立されつつあります。その中で、ナラインアイのようなグループは、ファンの熱心な応援に支えられ、常にチャート上位にランクインし続けています。しかし、このようなリクエスト活動の背後には、 さらに多くの課題や挑戦が存在しますそれはファン同士の協力だけでなく時に競争が起こることや全体的な目標設定の難しさといったものです例えばファンが異なる楽曲にリクエストを分散させた場合票割れが起きる可能性があります一部のファンが特定の楽曲に集中して投票する一方で別のファンは他の楽曲を支持するこのような状況では 全体的なリクエスト数が分散してしまい、推しの楽曲が思うように上位にランクインしないという問題が生じることがあります。この表割れ問題は、特にファンが複数の楽曲やアーティストを同時に支持している場合に顕著に現れるため、ファンコミュニティ内での戦略的な調整が求められます。さらに、リクエスト活動には日々の継続的な努力が必要です。優先のリクエストは一度きりで終わるものではなく、毎日。 あるいは一定の時間ごとにリセットされるため、ファンたちは定期的にリクエストを送り続ける必要があります。これは一部のファンにとって、物理的・精神的な負担となることもありますが、それでもなお多くのファンがその負担を乗り越え、推しのために頑張り続けています。彼らはリクエストを一種の日課として取り組み、まるで朝のコーヒーや夕方の散歩のように、日々の生活の一部として楽しんでいるのです。このように、 リクエスト活動は個人の努力に依存する部分が大きいもののファン全体の協力がなければ大きな成果を上げることは難しいです SNS 上ではファン同士がリクエスト完了と報告し合い互いに励まし合いながら目標に向かって進んでいますこのようなコミュニティの連帯感はアーティストへの愛情を超えてファン同士の友情や信頼関係を築く重要な要素となっています 特にナンバーアンダーライン愛のファンたちは、リクエスト活動を通じて深い絆を育んでおり、その結束力は彼らの推し活をさらに効果的なものにしています。また、リクエスト活動の成功には、戦略的な思考も重要です。例えば、優先のリクエストは特定の時間帯や曜日にリセットされることが多いため、そのタイミングに合わせて集中的にリクエストを送ることで、効果的に順位を上げることが可能です。 こうしたタイミングを見極め、ファン同士で計画を立てて協力することで、より高い成果を得ることができます。このような戦略的な活動は、まさに現代のファンコミュニティがどれだけ組織化され、効率的に推し活を行っているかを示すものです。リクエスト活動に関してもう一つ注目すべき点は、その社会的影響です。例えば、テンポで No.1 ア,アイの楽曲が流れることで、 普段そのグループをを知らなない人々ががが楽曲に興味を持ち、新たなファンが生ままれる可能性があります。優先リクエストを通じて町中で流れる楽曲が広がり新たなリスナーを獲得することはアーティストにとって大きなメリットです。またこのような活動を通じて音楽業界全体がよりファン主導のプロモーション手法を採用するようになる可能性も考えられます。 ファンが直接アーティストの成功に貢献できるこのモデルは今後さらに発展し他のジャンルやアーティストにも影響を与えるでしょう。